はいどうもこんにちは、ゴッドマンです。今回はテンスラーをやっていこうと思います。さてと、まあ今回からゴブリン村の後編を進めていく感じかな。スタミナもすでに上限か。じゃあまあクエスト行きましょうか。メイン。ゴブリンの村長とリーダーに案内され、リムルは怪我人が寝かされている小屋と入っていった。できるだけの手当てはしましたが、小屋の中に広がる血の臭い、そこに横たわるゴブリンたちの痛々しい姿をリムルは観察していた。思っていた以上に深いな。妻や牙で引き裂かれたのか、ゴブリンの傷は深く大きく裂けて滲んでいた。爪や牙で引き裂かれたのか。まあやってみるか。リムル様、何を。慌てて何か言いかけた村長を無視し、リムルは体内にゴブリンに回復薬を与え吐き出した。あ、ちょっと待って、飛ばしてもらう。かなり深かった傷がすっかり治っている。ゴブリンたちがざわついた。やってみるもんだな。体内に溜めてある回復薬をぶっかけただけでこんなに効果があるとは。すげえ能力だな、回復薬。リムルはすっかり気分が良くなり、次々と捕食して回復薬をかけては吐き出していく。ほい次、ほい次。ピポクテソウを食いまくってストックはたっぷりある。全員治してやる。さすがはリムル様。何匹かの治療を終えて振り向いてみると、なぜかゴブリンたちが平常してリムルの様子を伺っていた。どうやらリムルのが蘇生の力で回復したのだと勘違いしてしまったらしい。訂正するのも面倒だったので、回復薬を数回吐き出し、回復に時間かかりそうな残りの負傷者の傷にの治療に使わせた。怪我人はこれで全部だな。できるだけの治療を終えるとリムルは村長の方へと向き直る。柵を作る。村の防備を固めるぞ。休む間もなくリムルは村を守る柵の設置を命じた。本来ちゃんと木を突っ切って作れるものならそれがベストなんだが、そんな時間も余裕もない。あるもので作るしかないのだ。リムルはゴブリンたちの質素な住まいを解体し、その素材を流用し、村の外周を覆うように円を描いて柵を設置させていく。その作業の合間にゴブリンの中でも木炭の効く弓を装備した者たちを石膏に出した。相手が狼なら鼻が効く。無理をしないように含め彼らを送り出す。リムルが村に訪れた翌日の夕方、柵が出来上がった。作った柵は仕上げとして燃焼して補強し、強度を上げた。ついでに徐々にところどころに講師による罠を仕掛けるのも忘れなかった。何も知らずに柵を振りようとする。この講師でその身はすっぱりと切り刻まれる。出入り口は真正面。ここに年始を張り巡らせ、ガローズが迎え撃つ準備はあらかた済んだ。その頃には特にひどい負傷をしているゴブリンたちが回復し、目が覚め始めた。我が身を触り、不思議そうに具合を確かめている。どうやら回復薬の君はかなりのものであったようだ。負傷具合から何度か回復薬の投与が必要だと踏んでいたのだが、思った以上に効き目が良い。嬉しい誤算であった。ただでさえ個々の能力が低いゴブリンたちが、数で勝つとまではいかなくても少しでも戦力が増えるのであればありがたい。リムたちはつい先ほどまでの村であった場所の中心に廃材の残りを集め火をつけた。キャンプファイヤーのようだが、浮かれていていい場面ではない。夜通し警戒に当たる必要がある。自分には睡眠が必要だからと、リムルには見張りを買って出た。だが、とんでもない、リムル様にそんなことをするわけない。参りませぬ。その通りです。我々は見張りに、行います。リムル様、お休みください。ということで、リムルが言っても全く聞き入れようとしなかった。仕方がないので、ローテーションを組んで、見張り番を、以外を休ませた。そして、真夜中になる手前頃、事態は動いた。石膏に行っていたゴブリン、が慌てて村へと帰還し、ガラを作ったまた別の魔物が襲撃を報告に来た。その体が傷だらけで、もうすぐそばまで魔物たちが来ているとのことだった。
予想外の事態だったが仕方ない。ゴミたちに体勢を整えさせ、ガロー族との戦いの前に一戦交えることとなってしまった。ああ。今回若いねんな、狼。ああ、せめて静江の能力を使わせたかったのに。一回ちょっとイベントやってみましょうか。なかったな。じゃあ時間限定。じゃあ鍛錬クエストの中級をやってみましょうか。スタミナ20。まあええわ。やってみましょうか。スタミナじゃなくて、経験値が増えるのはありがたい。ああ、もうちょっと長いからちょっとクエストやめました。ほんまに長いわ。もうちょっと時間なくなったんで、もうここで終わりにします。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、さようなら。